よし、じゃあ今回はまたね、ロースターのアップデートがあったので、8月の29日付の、最新のロースターのアップデートをね、ちょっと見ていこうかなと思います。で、本来は前回のアップデートが2週間前だったんですけど、ちょっとその時動画出せなかったので、最後にロースターを紹介したのが7月31日付のアップデートの時だったんで、約1ヶ月ぶりのロースターアップデートをね、見ていくって感じになります。じゃあ早速見ていくんですけど、まずタティスジュニアが一番上に来てますけど、まあ全体はプラマイゼロなんだね。で、上がってる能力がパワーか、右ピッチャーに対してのパワーと、あとクラッチ、チャンスの強さが上がってますね。っていうかパワーさ、右ピッチャーに対してってこんなあったんだな、タティスジュニア。なんかもうちょっと低かった気がするけど、いつの間にこんな上がってたんだな。で、左ピッチャーに対してのパワーも、まあ、99、このライブシリーズっていう、まあ、一番リアルな今の選手の能力に近いっていうやつでいくと、まあ、通常のマックス値が99で、まあ、中にはこうやってね、あの100を超える選手もいるんですけど、まあ、左ピッチャーに対してのパワーはマックス値なんだな。で、ミート力はやっぱり左ピッピッチャーが苦手なんだよな。右バッターだけど左ピッチャーが苦手のタイプの選手ですね。なるほど。でもね、ホームランも結構増えてきてるので、タティスジュニアも結構ホームラン争いでいい感じの位置につけてますよね。そしてゲレーロが今回はマイナス2か。まあ、結構、ここ最近ずっと上がってってたもんな。で、ゲレーロ自体も最近そこまで調子が良くないのかなっていうところもあってのマイナス2かもしれないですね。全体の能力は下がっているのが多いかな。マックスマンスイはプラマイ0で、クラッチプラス15はでかいな。これはかなりアップですね。まあ、ディシプリンっていうところがマイナス11になってるけど、まあその辺はまあね、あとの能力はプラマイも、まあ、あったりって感じか。マックス・シャーザーは、わ、もうほんとマイナーチェンジ。BB パー9がマイナス1。でも、こないだ、めちゃめちゃいいピッチングしてましたよね、確か。あれは、どこだっけ？パドレスだったかな？すごい、なんか、奪三振ショーみたいなやってましたよね、確か。で、ジャッジが、おー、能力は、プラスですね、かなり。だけど、全体はプラマイゼロなのか。なるほど。トレイターナーが、まあ、能力プラマイゼロ。ああ、そうだそうだ。トレイターナーってなんか左ピッチャーに対してのコンタクトめちゃめちゃ高かったんだったよな、確か。さらに上がって125。これ数値としては、過去最高かもしれないな。今までなんか、一部の能力120ぐらいまでいったのは見たことあったんですけど、125っていう数値はちょっと初かもしれない。ブランドン・ウドラフは、能力プラマイ、マイナスかな？あるけど、全体プラマイゼロか。フリーマンが、全体プラス1。左ピッチャーに対してのミート力がプラス10。2ページ目、マット・オルソンも能力プラマイがありますね。全体はそのまま。ホセ・ラミレスが、全体プラス1。左ピッチャーに対してのパワーがプラス9か。コービー・バンズ。能力プラマイがあるね。ノーラン・アレナド。能力のプラマイがあるけど。そっか、でもアレナドは、ちょっと今シーズンあんま良くない感じですよね。の割には、まだそんなにオーバーオールとかも下がってないんだな。バスター・ポーゼーが、能力プラマイありますね。ああ、でも打率いいな、3割超え。まあ、9回、MLB のメジャーの、今、現役選手で、まあ、一番と言っていい選手かもしれないですね。フアン・ソトが全体マイナス1か。ああ、でもディシプリンとクラッチが、すごいな、数値。125と115ですね。マッチャードが全体マイナス2か。ああ、でもマイナスの能力が結構多いな。ケビン・ゴーズマンは能力はマイナスだけど、全体は、
まあ、変わらずだね。クリス・エール、なんか怪我から復帰しましたよね。もう復帰して早速めちゃめちゃいい活躍したみたいだけど、マイナスプラス両ファンのか、あ、全体はマイナス1、うん、スターリング・マルテ、全体プラス1。おお、すごいな、一番右 BR アグレッシブネス、これは走塁の積極性なんですけど、これがプラス11でマックス99。ほう、クラッチもプラス10。あれか、クラッチのなんか評価なんか見直されたとかある？もしかして結構クラッチがプラス2桁とかっていう選手多いね。アルトゥーベは全体マイナス1。あー、まあでもな、能力のプラマイにはあるけど、なんか成績に関してはそこまで悪くなさそうにも見えるけどね。うん、ケテル・マルテ、あ、プラス1。うわー、すごい、クラッチプラス30は、あ、これ、うん、さっき言った可能性あるかもな、マジで。あの、評価が見直されたとか、そういう、うん、あるかもね。ザック・ウィーラー、うん、まあまあ、マイナーチンジって感じか。テオスカー・ヘルナンデス。おー、すごい、左ピッチャーに対してのミートとパワーが上がったね。プラスというか、全体の能力110ってすごいな。全体というか、うん、ミートとパワーそれぞれ110ずつ。そして大谷翔平選手来ましたね。そっか、全体プラマイゼロか。うん、まあ、うん、まあ調子がめちゃめちゃいいっていう時から比べると確かにいい時もあるけど、まあ、ちょっと良くない時もあったりって感じなので、まあ、そう考えるとプラマイゼロっていうところがまあ妥当なのかな。まあ一応細かいところでいくと、ピッチャーの能力はマイナス1とかマイナス2もあるし、プラス3、クラッチ、ピッチャーの場合のクラッチはチャンスではなくピンチの強さなんですけど、ここはプラス5になってるね。そっか、ここはすごいな。確かにピンチで抑えてる場面多いもんね。で、ちょっとこの画面だと、ピッチャー能力しか見れないので、ピッチャー登録なので。なので、ちょっと、うん、バッター能力も見れるところに行きますか。うん、こっちだと、さっきの能力と同じだけど、さらにちょっと見やすかったりもするかもな。まあ、さっきの数値は変わらないと思うんだけど、ちょっとブースト的な要素がついてるんだよね。で、H パー9と K パー9にそれぞれプラス12っていう緑色の、うん、数値があると思うんですけど、これがブーストの役割だと思うので、まあ、実質 H パー9が111になるのか、うん、で、K パー9も94まで実質あるって感じになるんだよね。で、ここで四角を押すと野手能力に切り替えられるんですけど、野手能力はどうだったんだろう1ヶ月前と比べて。でもなんかあんまり変化はなさそうな感じはするな。なんかパワーの数値も120になってた記憶はあるので、ここら辺はあんまり変化ないような気はするけど、ビジョンの数値はなんか下がってるような気がするな。30代じゃなかった、40いくつかとかあった気がするので、うん、ちょっとミートの数値とか、このビジョンっていう数値はもしかしたら下がってるかもしれないですね。うん。まあ、せっかくここにいるので、ちなみにこのカークスっていう、まあ、特殊能力に当たるところなんですけど、まあ、サクッとちょっと見ておくと、まずボンバーがホームラン。まあ、パワーヒッターって感じかな。パワープロとかで言うと。で、ウォーカーは、まあ、選球眼とかって感じになんのかな、くくりとしては。一応こうファーボールになりやすいとか、まあ、チェックスイングでボールになりやすいとか、そういう感じかな。うん。で、キャノンが、肩の強さなので、まあ、レーザービームとかって感じで、スピードスターは、足が速くなる。まあ、足の速さにブーストがかかるって感じなのかな。で、プレッシャークッカーは、これは多分ピッチャーの方だね。これはピッチャーの、まあ、ピンチ丸とかって感じで、で、スティンジーが、まあ、打たれ強さとかって感じなのかな。塁にランナーを溜めにくいとか、ヒッ
トをたくさん打たれづらいとかそんな感じですね。でアンタッチャブルが三振の取りやすさ、まあ脱三振とかって感じかな。であとホームランも打たれにくかったり、あとはスプリット投げるときに変化量がさらに増すっていう、まあ切れ丸っていう感じだけど、まあスプリットに限っての切れ丸って感じかな。うーんっていう感じで特殊能力も9つついてますね。じゃあこっち戻ってきて、カルロス・コレア能力マイナス、全体もマイナス2か。マーカス・セミエンが、全体マイナス1、能力もプラマイがあるね。クラッチマイナス17、これは結構落ちちゃったね。グリエル、うわえ、グリエルのプラス52のバントってこれ本当なのかな。これはすごいぞ。グリエルのバントってこんなにうまいんだ。全然知らなかったけど。これでも、数値的にマジかもしれないね。イグレシアス。おー、エンジェルスの抑えのピッチャー。プラス1で85。あ、ダイヤモンドになったんだね。初めてかもしんない。どうなんだろう。サルバドール・ペレス、プラス2でダイヤモンド。ランス・リン、プラマイゼロ。ジョイ・ボット、プラス2。あ、ダイヤモンド。うん。能力もプラスが多いですね。ブランドン・クロフォードもプラス1でダイヤモンド。能力プラマイあるけどね。セドリック・マリンズ、能力マイナス2。クロネン・ワース、プラス1でダイヤモンド入り。ガルシアがプラス1。ああ、能力もプラス多いな。ジョー・マスグローブ、先日エンジェルス相手にめちゃめちゃいいピッチングしましたよね。完封勝ち。うん。でも能力、まあもしかしたら次回のこの大型のロースターのアップデートっていうのが2週に1回あるみたいなんで、そん時もしかしたらダイヤモンド入りになるかもね。マット・バーンズ、あーマイナス2でゴールド落ちか。オズィ・アルビーズマイナス1。ロビー・レイプラス1、CJ クロンプラス3、おトレント・グリシャム、プラマイ0、リアル・ミュートプラマイ0、タイラー・オニールプラス1、フラハティプラス1、ピート・アロンゾプラス1、グレイブマンプラマイ0、ボガーツプラマイ0、ティム・アンダーソンプラマイ0、ジョン・ミンズプラマイ0、おそっか。だんだん、あ、ボービシェット。うん、マイナス2。うん、ジーン・セグラ。あ、ラファエル・デバース。あ、マイナス2でダイヤモンドからゴールド落ちか。アドリス・ガルシア、マイナス1。ジョイ・ギャロ。おー、マイナス3。結構落ちたな。あ、でも確かに打率、まあ、もともと打率いいタイプのね、選手じゃないですけど、2割6厘はな、さすがにちょっと低いもんな。もうなんか毎回毎回ミート力が落ちてってる気がする。ウィル・スミスマイナス1。ああ、なるほど。そっか、だんだん80の、うん、下の方まで来るようになってきたな。チャップマンマイナス1か。結構下がってきてるな。やっぱでも気になるのは日本人選手だけど、今のところ大谷選手しか出てきてないね。でダルビッシュ選手は多分今回のうんアップデートには反映されてない感じかな。確かダルビッシュ選手もダイヤモンドだったはずなので、どうかな。あとは確か菊池雄星選手どうだろう。前回からうん変わってればもしかするとゴールド入りっていうのもあったかもしんないけど、出てこなければ、うん、ゴールドお預けって感じになるのかな。あとは沢村選手とかで、筒香選手がどうなってるかな。あ、菊池雄星選手いたじゃん。全体マイナス1か。あー、前回79から78に落ちちゃいましたね。まあ、能力はマイナーチェンジって感じですけど、
どうだろうな。この間も逆転負けして、勝ちつかなかったみたいなので、いやー、なんかギリギリでもゴールドいってほしいな今シーズンって感じで、あとどうだろう、秋山選手とかアップデートでどうだろう、能力上がってたりとかしないかな。あーこれで終わりか。あーじゃあもう日本人選手は大谷選手と菊池雄星選手だけでしたね今回は。そっか、意外とアップデートなかったな、そんなに思ってたよりも。ちなみにこれが筒香選手の現在の能力ですね。一応若干のブーストはかかってるみたいですね。プラス1のブーストで、右ピッチャーに対してのミートと、パワーがプラス1になってますね。まあでもどうかな、最近めちゃめちゃいい活躍してるので、この活躍が続けばこのブーストもさらに数値上がってきたり、もしくは全体の元々の能力も上がってくるかもしれないですね。カークスは、早球丸がついてんのか。早球丸と、ブレイキングボールヒッター。なるほどね。変化球打つのが得意ってことか。確かに、速球系苦手って、言われてますよね。秋山選手はこんな感じ。うわ、マイナス10になってる。ブーストの逆だ。もともとのオーバーオール72だけど、今69っていう感じになっちゃってるのか。でもそんなに悪いか？なんかそんなイメージはないけどな。まあ、守備でかなりいいプレーをしてるっていうのは、ニュースで見たりしてますけど、バッティングはそうか、あんまり打ててないのか。フィールディングの時の、反応がいいみたいな感じかな。沢村選手。沢村選手もマイナスになってる、今。今、一時的に63に落ちてるって感じなのか。マイナス9。うわ、これ結構痛いな。で、前剣が、こんな感じですね。前田健太選手は、なんか手術するかもしれないっていう報道も出てるので、なんか今シーズンはこれで終了な感じみたいですね。でもしかすると手術の内容によってはトミー・ジョンとかになってくると来シーズンもおそらく出れなくなってしまうので、この能力どうだろう、どうなるのかな。まあ怪我だから下がるってことはないような気はするけどね。一応こんな感じの能力になっていて、まあ、特殊能力はこんな感じですね。ダルビッシュ選手は87で、そうですね、ダイヤモンドのままでしたね。で今回ちょっとね、ロースターのアップデート同時期ぐらいに結構大型のアップデートというか、他にもアップデートがあって、でシックススイミングっていう、まあ、大きな、まあ、イベントの一つなんですけど、それが、追加されたり、あとトップスナウの2021のこちらの、モーメンツの方も追加になっていて、で、このね、モーメンツの、このオーガスト、16から22の中に、実はね、はい、こちらの大谷翔平選手をプレイしてやるっていうモーメンツがあるので、ちょっとこれをね、今回やっていこうかなと思います。で、このモーメンツは、大谷選手が8回まで投げた、試合があったと思うんですけど、その時のやつを、まあ、再現するっていう試合だね。8回まで抑えて、その後8回の裏だったかな、40号のホームランを打ったっていう、あの試合ですね。なので、今回はまあ、ピッチャーとしてのプレーになるみたいなんですけど、8イニング投げて、1点も取られるなっていう条件でね、はい、やっていく感じになります。よし、じゃあ行きますか。よし、来た来た来た。ちなみに、この大谷翔平選手、うわ、この大谷翔平選手か、強えやつだ、めちゃめちゃ。チームアフィニティっていうイベントみたいなのがあって、まあ、いつでもできるやつなんですけど、そのチームアフィニティで、条件を満たすとゲットできる、今シーズン、今年オールスターゲームに出場した選手の選手カード、プラスアルファの、全部で何枚かな、46枚とか7枚とか集めて、
コレクトすると報酬としてこの大谷翔平選手のしかも二刀流の特別なカードが手に入るので、そっか、これの大谷翔平選手か。これはめちゃめちゃ強いんだよな、能力が。うん、野手能力とかもさっきのロースターアップでのやつよりも明らかに能力違うもんね。まあ、今回はピッチャーなんですけど、やっていきましょう。そういえば、そうだ、ちなみに特殊能力、うわ、でも多いな。さっき見た時よりも多くなってるな。いや、もうこれ以上ないっていう能力してるもんね。いやー、すごい。優にスプリットで三振。よし、まずワンアウト。まあ、ちょっとこれ8イニング全投球見せるとちょっと長くなっちゃうと思うので、あ、打たれた。まあヒットを打たれるのはね、条件にはないのでいいんだけど、まあちょっとカットしていく感じになるかな。カブレラだ。いやー、すげー、ストレート。でもあれだよな、ここ最近大谷選手スライダーのキレもすごく光るので、なんかカミソリスライダーみたいなのできないかな、球種で。さすがにパープロみたいな、そういうなんか特殊な変化球とかっていうのは実装ないかな、座礁は。でも少なくともなんかスライダーの変化量が増えるっていう特殊能力は新たに追加されるかもしれないね。いやー、もうすごいわ。簡単に三振取れるもん。うわ、あ、そっか、打てるのか。よしよしよし、これは結果残したい。しゃ、来たー。やばい。普通に再現しちゃってるじゃん。8回じゃないけど。よし、スプリット来るかと思いきやのカーブで三振。うわ、いやでもスライダーのキレもいいな。あー、これはちょっと浮いたけど、うん、センターフライ。あ、ブランドン・マーシュ全然今とルックス違うな。お、これはもうほぼ定位置。うわー、見逃し三振。よし、いや、もうサクッと4回も終わったな。よし、回ってきた2打席目。これはもう完璧な当たり。やば、いやー、すげー、456フィート、112マイル。何キロぐらいなんだろう、112マイルって180キロぐらいありそうだよな。よし、これは、うわ、落ちるか。ああ、大丈夫か。 OK。 うわ、三球三振。お、また回ってきた。ランナーが二塁にいるんだな。ピッチャー変わったな。フォーシーム、スライダー、チェンジアップ。あれ ?3 打数2安打になってる。え?おかしいな。よし、これはセンター前ヒット。これツーベースいけんじゃない?翔平、大谷の走力。いや、足も速えもんな。いやもう三振がポンポン取れすぎて楽しい。これ15個目の三振。うわ、全然ボール球なのに。よっしゃ、やべ、18奪三振。そして回ってくる。あれ、
スリーラン、ソロ、ツーベース、そうだよね。3打席しかやってないはずなんだけどな。なんで4打数3安打みたいになってんだ謎だな。謎。めっちゃ謎じゃん。あー、これは打ち損じちゃった。ボール球手出しちゃったな。よし。ラスト1イニングか。いや、これ2つ三振取れれば、20奪三振になるので、せっかくだったら行きたいな。よし。よし。20個目。ラストも三振。よし。やばい。21奪三振。いやー、もう惜しかったな。あの、1本打たれたヒット。くそ、逆に悔やまれるな。あそこで不用意に1本ヒット打たれたのが。まあ、チャレンジ的には全然成功なんですけどね。ああ、そうそう、このシーンだったな。ヒット打たれたの。いや、もうその後はもう面白いようにポンポン三振取ってたもんな。そして、自演後、自分でホームラン2つ。これも、これ2本目か。いやー、すごかった。2本目なんて456フィートだったからね。そしてこれがツーベースの場面。ツーベースっぽくない当たりでツーベースだからね。